こんにちは、こんばんは、トコブチです。今回のテーマはですね、フラットドライブ練習、打ち出し角度とネット上高さの確認です。弾道確認ですね。まあ実際ですね、まあこれアウトですね。まあネット上、そうですね、これ打ち出し角度も上を向いてるんでしょうかね。まあ 1.5 メーターぐらいでしょうか、ネット上。これだとフラットドライブ意識だとアウトになってしまう。ちょっと低めにすると白帯に当たってしまう。この辺の厚い当たりでフラットに捉えて打ち出し角度、この弾道意識っていうのが私からするとフラットドライブの難しさに感じます。なぜ私がそのフラットドライブをやるように練習するようになったかって言いますとね、やっぱりその試合中に下から上の擦りすぎ問題で、ボールにパワーが伝わらない。で、まあ、フラットドライブの、そのメリット、デメリットの中で、しっかりフラットに厚い当たりで当たれば、ボールのパワーはもちろん伝わりやすいですよね。しかし、コートに入れるのは、それだけ難しくなるというところですよね。難易度は高くなるということですよね。コートに入れるだけのスポーツじゃないですからね。その辺がまさにそのフラットドライブの難しさだと思ってます。しかしながらですね、やはりあの下から上だけのそのスイングではやっぱり勝ちきれないんですよね。で、まあ今週ですね、8日にシングルスありますので、私は前回からね、ずっとその勝ち負け気にせずテーマに沿った、自分のスイングっていうのをねやっていきたい。これまあ縦振りですね、縦振り率 100% のリバースフォアです。でまあ最後にね、ちょっと壁打ちで、フラットドライブの意識をしてスイングしてます。まあこの辺がね、難しさという中で、試合中に思うようなスイング、そして弾道っていうのができるかどうかはもう試合になってみないと分かんないですわ。で私まあ今週末試合がありますので、またその後ね、自分自身の結果報告とか、どうだったか、フラットドライブでやってみてどうだったか、その辺の感想をまた皆さんにお伝えできればなと考えております。そんなに甘くないと思います。ただプラスですね、その、メンタルコントロールですよね。まあ私がフラットドライブで行くっていうんなら行けるかどうか、その辺も踏まえてですね、多分ネットアウト連発すると思いますわ。もしくはバッチシ、そのメンタルとですね、このスイングと合致するかもしれません。それは分かりません、やってみないと。まあね、率直に今私がね取り組んでるフラットドライブ、これをとにかく頑張ってみたいんですよね。でただね、つなぎボールも必要ですので、その辺うまく自分とねコントロールできながら、しながら頑張っていきたいと思います。